平将門は平安時代の坂東の豪族で、桓武天皇から数えて5代目の提携を組む武士です。将門は坂東に大乱を引き起こし、親王を名乗るようになります。やがて日本最強の怨霊と呼ばれるようになってしまう将門の波乱の生涯をこの動画で振り返ります。将門の父平義持は、下宇佐、上総、日立、下野、武蔵、現在の千葉、茨城、栃木、埼玉、東京にわたる地域に広大な土地を領有していました。鎮守府将軍を務め、坂東で未開の土地を切り開き、馬を育て坂東兵士の基盤を築いたのです。よいか将門、お前は総領息子として跡目を継ぐのだ。はい、父上。将門は903年頃の生まれであるとされています。広い坂東の地で自由に育てられますが、やがて大領主である父義持が病でこの世を去ります。父上。義持が死ぬと、坂東の各地から将門の叔父たちが彼の家へ入り込んできました。将門、お前はまだ若い、都へ行っていろいろ学んでこい。そうじゃ、亡き兄上の領地は我らが管理しておいてやる。お前が都から帰ってくれば返してやる。若い将門は叔父たちの言葉に素直に従い、16歳で京の都へ旅立ちます。これが都か。京都に来た将門は、叔父国家の推挙で時の右大臣藤原忠平に仕えます。そなたが将門か。まあわしが面倒を見てやろう。田舎武士なりに励むがよい。偉そうに。都は藤原氏や貴族たちの天下というわけか。この頃の都では水害が起こり、疫病が流行り、民は飢え、夜になれば盗賊が徴領していました。将門は天皇のいる代理を守ったり、盗賊を討伐するなどの役目を果たしていました。悪党め、ぐわ。この頃、将門の叔父である平国家の長男、平貞盛も都へ来ていました。平の将門、あのような不作法者では都で出世などできまい。貞盛はいとこの将門のことをそやな暴れ者だと見下していました。都へ来て十数年が経過し、将門は坂東へ帰る決意をします。ここにいても学ぶことなど何もない。都の役人は民を救おうとはせず、賄賂を贈らない者は出世もできない。ここは俺の居場所ではない。将門様が帰ってきたぞ。将門が本拠地である下宇佐の豊田郷へ戻ると、将門を慕う周辺の民がこれを迎えました。将門様、なんと美しい娘だ。兄上、よくお戻りくださいました。長く留守にしていたが、これからは共に働いて、父が残してくれた土地を耕し、馬をたくさん育て、家の繁栄に努めるぞ。しかし将門に残されていたのは豊田周辺のわずかな土地のみで、ほとんどは叔父の国家たちが我が物として占領していたのです。叔父たちは俺が都から帰れば土地を返してくれると言っていた。直に会って話してみよう。将門は土地を返してもらうため、叔父たちのもとへ話し合いに向かいます。将門、何しに来た。何しにとは、
私の土地を。お前が都にいる間、坂東兵士の土地を守ってきたのは誰だと思っている？それを恩に感じるがよい。お前にも少しは残してやったではないか。おじたちは自分たちが横領した土地を将門に返すつもりなどありませんでした。おのれ、今に見ておれ。将門は悔しさを胸に兄弟と結束して黙々と働きました。城兵の大飢饉と言われたこの時期でも、豊田郷は富を増していきました。坂東で坂東兵士と肩を並べる実力を持っているのが常陸源氏です。常陸源氏の棟梁である源守も常陸下宇佐に広大な土地を領有していました。将門の父義持が健在の頃は両者が対峙していましたが、義持亡き後は将門の叔父たちは常陸源氏から嫁を取り、いつの間にかその下に従属してしまっていたのです。兄上が妻にしたいのは桔梗姫でしょ。そうだ。将門が恋していたのは、将門が京から帰った日にそれを迎えた民の中に、その美しさのあまり目に留まった娘です。下宇佐の称号族の姫で、名を桔梗と言いました。しかし嫁に行くことが決まったらしいですよ。何？桔梗姫が嫁ぐことに決まった先は、常陸源氏の長、源守の嫡男、源佑でした。源佑は美しいと評判の桔梗姫を見初めると、自分のものにならなければ一族を滅ぼすと脅し、無理やりに妻にしようとしていました。源氏のやつらめ、この地で好き勝手しやがって。それならば。ぐう。桔梗姫。将門様。将門は花嫁の行列を襲い、桔梗姫を奪い去りました。そして豊田の館へ帰り、祝言を挙げて自分の妻としたのです。平の将門、この俺に恥をかかせたな。源佑は平の国家と共謀し、将門から預かっている土地を返す手はずを相談したいので、館へ来てほしいと言って将門を誘い出します。叔父上もやっと分かってくれたか。何？それ、将門を討ち取れ。騙し討ちを企むとは、もう許せぬ。他人に及ぶ恨み晴らさずにおかぬ。切れた将門は窮地を脱して豊田の館へ戻ると、ついに兵を挙げます。おう、合戦か。将門様を助けるぞ。将門が兵を挙げたことが知れ渡ると、将門の叔父たちの長年の悪行を憎んで、密かに将門に同情を寄せていた者たちが集まってきました。勢いに乗った将門は源守の館を襲撃、館を焼いて源佑を討ち取ります。平国家は源氏の救援に向かいますが、将門に返り討ちにされると、やはり館に火を放たれ、焼き去れてしまいました。ああ、この恩知らずの叔父殺しめ。義兼の軍も将門と戦いますが、あっけなく蹴散らされてしまいます。将門め、よくも我が父を。父国家が討たれた知らせを聞き、息子の平貞盛は都から坂東へ戻ってきました。共に将門を討ちましょうぞ。だがの、将門はものすごい強さなのじゃ。私に策があります。貞盛は義兼と共に将門の軍と対峙します。貞盛か。
マサカド、これを見よ。貞盛はマサカドの父平義持の木彫りの座像を作り、戦場に担ぎ出したのです。マサカド、そなた父に向かって戦ができるのか。なんと卑怯なことを。かつて鎮守府将軍であり坂東の大領主であった平義持の意向は未だ消えておらず、豊田の正門の兵は動揺しました。敵はたじろいだぞ、正門を撃て。貞盛、義兼らの軍が総攻撃をかけると、動揺した正門の軍はあっけなく敗退。豊田の正門の館も焼かれてしまいました。戦に敗れた正門らの消息がわからない中、正門の妻桔梗は館を焼かれる前に何とか脱出し、水郷の川に船を浮かべその中に隠れていました。この時桔梗は正門との間にできた赤子を胸に抱いていました。しかし正門を探す敵の兵士に見つかってしまいます。あれは桔梗だ、引きずり上げて捕らえろ。ああ、愛しい我が子よ、助けることができずすまない。桔梗は目を閉じて赤子を刺すと、自らもその刃で自したのです。この知らせを聞いた正門は慟哭しました。鬼畜どもめ、貞盛、義兼、うぬらを絶対に許さぬぞ。正門、本堂を敵の馬蹄に側臨され、噴煙やむところを知らず、その身は生きながら、その魂は死せるがごとし、正門はこの時から暗黒の闇へ落ちていくことになります。937年富士山が噴火、坂東にも灰が雪のように降り続く中、正門は復讐のための兵を挙げます。祭司の仇、正門にはかなわぬ。正門に敗れた義兼の勢力は衰退し、やがて失意の中病でこの世を去ります。ぐぬぬ。貞盛も正門に敗れ、都へ逃れようとします。貞盛を逃がすな。正門は逃げる貞盛を信濃まで追いかけますが、取り逃がしてしまいました。逃げ足の速いやつめ。都へ逃げ延びた貞盛は、正門が悪であり坂東を荒らし回っていると吹聴します。正門か、そんなに悪い男ではなかったはずだがな。この頃、叔父たちや常陸源氏の勢力を駆逐した正門は坂東で一番の権威となっていました。豪族や役人の揉め事の仲裁をしたり、役人に反抗して追われている勢力をかくまうなどしていたため、多くの者が正門を頼りにしていました。兄上、日立の国司がかくまっている者を引き渡せと言ってきましたが。国司だと？奴らは何も仕事をしていない。民が飢えても救おうとしない。都だけでなく、地方の役人まで腐ってやがるのだ。奴らの言うことなど聞けるか。正門は国司の命令に従いませんでした。そしてこの時、あの貞盛が都から戻ってきて、日立の国府に潜んでいることが判明します。貞盛。正門は軍を率いて日立国府へ押し寄せると、貞盛の引き渡しを求めます。黙れ正門、国司に刃を向けるとは、お前は朝廷に対する謀反人だ。貞盛を渡さぬなら押し潰すまでよ。正門は日立国府を焼き払い、国司から刻印を取り上げてしまいます。しかしこの時も
正門は貞盛を取り逃がしてしまいました。殿、我々は国府を攻めてしまいましたので、朝廷には反乱だと思われるでしょう。こうなったからには坂東各府を掌握し、朝廷も恐れる武力を蓄え交渉するしかありません。よし、やろう。民を救えぬ役人などいらぬ。わしがここに国を作ろう。貞盛への憎悪にとらわれ、人の世に絶望していた正門は、坂東制圧の兵を挙げると下野の国府を襲い、公然と朝廷に反旗を翻したのです。そして神津家、相模、武蔵、上総、阿波と軍を進めると、瞬く間に坂東八州を制圧しました。竜のごとき馬に乗り、始卒雲のごとくこれに従う。将門の鬼人のような強さに、国士たちは次々と刻印を差し出して降伏し、各地の民もこれを歓迎しました。そして神の神託が下ったとして、将門は神王を名乗り、坂東に独立国を作ろうとしたのです。平の将門、大乱を図る。この知らせに朝廷は驚愕しますが、平の将門を討伐せよ。正統軍を組織して将門を討伐するよう命令し、坂東各地の豪族にもこれに加わるよう宣示を下しました。兄上、貞盛の妻を捕らえました。何？貞盛の行方の捜索が行われる中、その妻が将門軍に捕らえられました。将門の前に引き立てられた貞盛の妻は、将門の兵士たちに辱されたらしく、衣服もほとんど身につけていませんでした。戦の中で女子供はなんと弱い存在であろうか。かつてわしの妻も子もこのように敵に見つかって命を絶つことになったのだ。その哀れな姿を見て将門は涙しました。よそにても風の頼りに我ぞ問う。枝離れたる花の宿りを。将門は貞盛の妻に、貞盛もきっとあなたを思い心配しているだろうという意味の和歌を読むと、衣服を与えて解放しました。この時貞盛は下野の豪族、俵の通った秀里のもとへ身を寄せていました。秀里は坂東で豪遊の武将として知られていました。秀里様、どうかお力をお貸しください。私も朝廷から将門討伐の宣示を受けている。もちろん協力したいが。将門は強い。しかし農耕期になれば、農作業のために将門の兵士たちも国へ帰ります。その時を狙えばよいのです。940年、俵の通った秀里と平の貞盛は将門の隙をついて4000の兵で奇襲をかけます。将門、お前もこれで終わりだ。貞盛、決着をつけようではないか。この時将門に従っていた兵はわずか400程度でしたが、10倍の敵に対し将門は果敢に突撃します。この日は坂東特有の烈風が吹き荒れ、この風も将門に味方しました。ひぃ、なんという強さよ。敵軍は混乱に陥り、貞盛と秀里も戦場を逃げ惑いました。しかしこの時、突如風向きが敵軍有利に変わりました。今だ！ぐっ！神王を名乗ってわずか2ヶ月後、将門はあっけなく撃たれてしまったのです。
この時38歳でした。ははは、やったぞ。討ち取られた正門の首は都で晒し首とされました。言い伝えによると、正門の首は何ヶ月経っても腐らず、目を見開き歯ぎしりしているかのようだったと言われています。俺の体はどこだ。悔しい。もう一度戦をしてこの恨みを晴らしてやる。舞を声を響かせた正門の首はやがて坂東の地を目指し空高く飛び去っていきました。怨霊になったと言われる平の正門ですが、民からは慕われ優しい心を持った武将であったとも伝えられており、現在では国王神社や神田明神など多くの神社に祀られています。いかがでしたでしょうか。ぜひ皆様のご意見をコメント欄からお聞かせください。このチャンネルでは歴史上の人物や出来事を取り上げて漫画で紹介していきます。面白かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ナレーションは春風島でした。ご視聴ありがとうございました。